はい。ゴルフの楽しさを伝えるゴルフエヴァンジェリストのりょうです。今季37試合あるんですけども、19試合が終わりました。いよいよ後半戦に入ります。来週からね、大東健託が始まります。で、まあ今期ね、前半戦を終えて、19試合のうち、まあ優勝者と優勝賞金と、あと優勝副賞っていうのをご紹介したいと思います。まず最初にね、こちら。 まあ一番最初、大金大きいとまあ毎回そうですけどもね、沖縄で開催されますけども、今年は最後、真央ちゃんとの戦いを制した岩井千里ちゃんが優勝ということで、まあ2160万円の優勝賞金でしたね。で、副賞はヤンマーのボートですね。まあ毎回恒例ですけどもね、ボートです。これいくらぐらいするんだろうね、6、700万ぐらいかな。 すると思いますよね。もう一つ買ってるから、千里ちゃんは。まあ、三菱のエクリプスクロスっていう車も、あの、もらってますよ。ね、後で紹介しますけどね。で、二戦目、三戦目は、鈴木愛ちゃんが連勝しましたよね。で、優勝賞金は二つとも、一千八百万円で。まあ、二つとも、ベンツと、ね、GLA180 と、180っていうのかな。はい。ベンツ、あんまり興味ないのでね。<laughs> 車運転できないんだもん。ねまあちょっと転換の発作が出てしまうということでね。車の運転は私は、あの、免許証は再発行してもらいましたけど、身分証明ですよね。ほとんどね。運転するのはやっぱり未だに怖いです。カートを運転するのもちょっと怖いです。なので、まあ運転中にね、発作が出て、命からがら息子のね、助けを得て、 あの、救急車で運ばれて、なんとか今生きておりますから。まあ、ちょっとね、あの、車の運転はできないものですが、車あんまり興味なくなってしまったんですよ前は興味あったけどね。はい、ベンツいいなっていうふうに最近思わなくなってきたね。<laughs> 本当まあスポンサーですからね。あの、メルセデスランキングとね、あの、ポイントのランキング言いますけども、まあ、メルセデスベンツがスポンサーになっているのでね。まあ二 いるの <laughs> あいちゃん。二台いるベンツ。<laughs> それよりもさ、米100票の方が嬉しいでしょ米100票ってすごいよね。まあ、あの、定期的に送られてくるような感じなのかなわかんないですけどね。まあ、V ポイントの方はね、セカンドカットがあって9ホール同一っていう風に書いてありますけどね。まあ、ちょっと、あの、通常の あの、競技ではなくなったりしてましたけどね。今年多いよね、短縮競技がね。あでも、セカンドカットになって最終日プレイできなかった選手も、一応ね、予選は通過してるってことで、ね、最終日プレイはできなかったけれども、あの、ポイントとか賞金はもらえるという感じなんですよね。はい。で、4試合目の悪さで、 レイチェルが来ましたね。これも短縮競技でね、最終日、やるかなやらないかなどうかなやっぱり中止ですと。最終日が中止となって、そのまま、薄いレイカちゃんが優勝という感じになりましたね。はい。まあ、一応、あの、行為でね、あの、スポンサーさんの行為で満額出すっていう試合もあったりするんですよ。もうスポンサー次第なんですよね。だけど、あの、JLPGA の この公式の賞金、獲得賞金となると1350万というふうに、こう、ちょっと金額が減らされてしまうっていうのはあるんですよね。実際通帳に入ったのは満額入ったりと、あのー、いうこともあるんですよ。それはスポンサー次第ですね。はい。スポンサーの行為によって、ま全部出しますよっていうスポンサーもいますからね。この時スポンサーさん、 全額出すって言ってたんじゃなかったっけな、表彰式でね。ちょっとね、昨日の晩飯も何食ったか覚えてないぐらい <laughs> 忘れっぽいのでね。ちょっと忘れちゃいましたけど、確か全額出すよっていうようなアナウンスを表彰式の時にしてたような気がするんだけどな。はい。もうこちらもレイチェルはベンツですね。GLA180。GLB と18、えー、180は同じだけど、GLA と GLB とね。はい。 どう違うのかよくわかりません <laughs>。車の詳しい方コメントください <laughs>。はい。ベンツそんなにたくさんはいらないでしょアイちゃんもね <laughs>。もう寄付しちゃうかね。まあ、金、あの、お金でもらうっていう、あのー、選手もいますよね。もう車いらないから、あのー、お金でくださいという選手もいますよね。7掛けだったっけ例えば、そのベンツが、あのー、 一千万するベンツだったとしましょう。で、やっぱりベンツいらないからお金でくださいって言ったら700万ぐらいになるのかな、うん、ちょっとその辺はスポンサーさんとあの選手との,あの相談で決めるっていう感じじゃないでしょうかね。スポンサーさんにもよると思います。多分ね。まあそういうふうに言ってたあの選手がいたのでねのそ。その時はそういうふうにあの決めたんでしょうね。決まりはないみたいですよ。このカチッとした決まりはないそうですね。 はい。で、ヤマハでサクちゃんが来ました。高校も短縮競技になってね、賞金は1350万とね、安かったんですけども。サクちゃんはね、あの、ヤマハのグランドピアノを獲得しましたけど、これね、あの、被災した石川県の中学校に寄贈しましたよね。はい。まあ、サクちゃんピアノあっても弾かないだろうしね、<laughs> せいぜいウクレレぐらいでしょうね。祝 <laughs> い姉妹とね。はい。 ウクレレユニット、小祝がまたね、演奏してくれるのをちょっと楽しみにしてますけどね。アキエちゃんがたまにね、あの、クラシックギター、クラシックギターじゃないか、あれ。何ギター <laughs> ギターを弾いてね、アコースティックギターか。ね。それを、あの、弾いてる様子をね、あの、インスタでアップしたりとかしてますけど、まあ、忙しいのでね、ちょっと練習一緒にやろうよと。ね、あの、月曜日とか火曜日とか、その辺にね、練習ラウンドをした後に、 じゃあちょっと泊まってるホテルでみんなで集まってね、ちょっと演奏しようかみたいな感じの時に演奏したりっていうぐらいじゃないですかね。はい。そして、えー、6試合目がね、安倍ミが来ました。安倍ミが来ましたよ。安倍ミがね、ベンツもらったんだけど、ベンツもういらないでしょ。安 <laughs> 倍ミが、あの、おととしね、あのー、ホールインワンした時にもらった800万円があったでしょ。その時に、 ちょっとプラスしてね、リゾートトラストでホールインワンして800万円もらったんですよ。それの800万円の、あの、お金にプラスしてね、あの、ベンツを買ったっていうふうに話題になったじゃないですか。あの時のベンツが、 あの、GLE っていう1200万以上する高いベンツを買ったらしいんですよ。それをインスタで乗っけてましたけどね。まあ、お母さんが運転したりとか、親が運転してくれたりとかするときに、移動のときにね、運転してもらうから、なるべくこう、疲れないような、あの、ものにしてあげたいという、アベミのね、あの、思いがあって、ちょっとプラスして買ったそうですけどね。はい。 まあ、こっちのもらったベンツはどうしたんでしょうかね <laughs>。わかんないですね <laughs>。はい。あと、アベミは、あの、カメラが好きなので、まあ自分でこうカメラ買ってね、あの写真を撮るのが趣味なので、まあ動物とかを撮ったり。で、ある時には、あの、ツアーの、まあ試合に行かせてもらってね、もう、あの、選手たちを撮るっていうのも、あの、ちゃんとしたカメラマンに教わりながらね、あの、 カメラ撮ったりっていうぐらいカメラ好きの選手なんですけども。このカメラが届いてから、まあ、ど、持ってるからね、いらないのかもしれないけど、こっちの持ってるやつよりはこのもらったカメラの方が良ければ、こっちを使うのかなと思いますけどね。まあ、ベンツもそうだけど、あのカメラも結構高いやつだったり、あと、私は男なのでよくわかりませんけど、振り袖、 か、訪問着意識っていうの、これも高いんでしょ多分ね。女性の方だったら分かると思うんだけど、この振り袖っていうのもね、そんな安いもんじゃないよね多分。あと、あの、富士フィルムなので、あの、カラー複合機っていうのももらったそうですけど、家にカラー複合機いらんでしょ <laughs> なんか事業やってる、親が事業やってるとかならね、まだあれだけど、いや、カラー複合機いらないんじゃないかなと <laughs>。まあ、そういうのもあるよね。 あの、スポンサーさんがそういう,こう会社であれば、どうしてもね。富士フ,フィルムとスタジオアリスだから。まあ、スタジオアリスって言えば、まあ、写真の撮るところですよね。なので、まあ、振り袖とかそう、そういうのはわかりますけどね。富士フィルムのこのカラー複合機、どうしたのかなと <laughs>、ちょっとね、興味が湧きますよね。アベミどうしたんですかね。インスタに載っけてほしいな。 お金でもらいましたと。お金にかけてもらいましたと。いうことがあるかもしれないですね。はい。そして、バンテリンリディースで、武田リオちゃんがようやく一勝目しましたよね。まあ、作ちゃんに逆転優勝されましたけどね。まあ、何度も、あの、鈴木愛ちゃんとかと、ね、最終日、最終組になって、まあ、優勝争いをした中で、なかなか勝てなかったけど、ようやくここで、あの、一勝目しましたけどね。ここで、ベンツ。 もらいました。はい。まあ、おばさんの、平瀬真ま美みさんはね、まあ、結構前の方なので、こんなに賞金が高かった時代ではないのでね。まあ、副賞もそんなに、ね、あの、金額の高いものをもらってたわけではないとは思うんですけどね。どうなんでしょうかね。武田りおちゃんが、まあ、自分で乗るとか、そういったのはないでしょうね。そんなに、あの、 車が欲しいとか、あの、そういったのはない、なさそうな子だよね。武田りおちゃんってね。はい。まあ、その次のページ行ってみますけど、まあ、ここでね、富士山系で連勝しましたね。2週連続で武田りおちゃんが勝ちました。この時はベンツじゃなくてね、あの、スバルのレイバック。まあ、レイバックもね、まあ、私としては、あの、車内にこうカメラがついてるやつがあるじゃないですか。 あれだと、もし、発作が出て倒れた時に止まってくれるっていうシステムが今あるでしょう。ああいうのが、も、もうちょっとこう信用できるぐらいになったら車を運転してもいいかなと。ああ、あれでもちょっとね、まだ信用できないかなと、思うのでね。ちょっとね、車には、まあ、あの、乗りませんけどもね。まああ、武田りちゃん、まあ、ここで車2台目という感じでしたね。 はい。パナソニックはやっぱり天本はるかちゃん初優勝しましたけどね。パナソニックですからね。パナソニックの製品意識と。まあ、製品意識だからそれなりの金額にはなるとは思うんですけど、どうなんでしょうかね。何をもらったかちょっとね、はるかちゃん本人に聞かないとわからないとこかなと。で、これがね、最初のメジャー が、やっぱりね、あの、15歳のリーヒョソンに持ってかれたのはほっと、まあ、ちょっとショックだったなショックでしたね。やっぱり、ま、リーヒョソンも、あの、すごいいい子なんですよ。あの、15歳で、勝みなみちゃんのね、あの、記録を塗り替えて、最年少記録を作りましたけども、しかもメジャーでしょう。で、まあ、アマチュアですから、賞金はもらえないんで、この優勝賞金は2位だった、 佐久間修理ちゃんがかっさらっていきましたけどね。2400万と。優勝してないのにね、はい。まあ、優勝賞金よりも悔しさの方が大きいでしょうね。佐久間修理ちゃんね。もう悔しかったと思いますよ。15歳の子に負けたと。アマチュアなのに負けたと。でまあ、これはしょうがないですけどね。で、まあ、あのー、金ム・表示とかもね、勝って、 アメリカで活躍してるじゃないですか。このリーヒョンソンもね、あの、韓国では18歳にならないとプロになれないんですよ。だからあと3年待ってね、プロになりますと。日本ツアーだと、日本ツアーにも来たいということであれば、プロ宣言できるんですよ。プロ転向できるんですけどね。まだそこまで考えてないと。なので、まあ3年待ってね、アマチュアで力つけて、 で、韓国でプロテスト、プロテストじゃないや、プロテストは日本しかないんだ。プロテストはね、日本しかないんですよ。だから韓国で、あの、プロになって、で、日本ツアーでもこう戦えるぐらいになって帰ってきたいと。で、いい子だって言ったのは何かって言うとね、あの、日本が結構好きな子らしいんですよ。あの、アニメとかも好きだし、あの、呪術廻戦なんていうのも大好きでね、あの、日本語の漫画を読んで、 で、アニメも日本語で聞いたりして、で、日本語を一生懸命覚えながら、あの、そういうアニメを見たり、漫画を見たりとか、読んだりしてるらしいんで、ちょっとね、なかなかいい子じゃないかとね <laughs>、ちょっと思ったりもしたんですけど、去年は、2023年の場合はね、ベンツの EQB250 という車が副賞だったんですよ。これは、あの、リー・ヒョソンはアマチュアの選手なのでね、あの、今年は何かなと。 思ったんですけどちょっと表彰式はーネクストで、ね、見てたんですけど、その表彰式では車の表彰はなかったです。あの、車のあのバカでかいあのキーのね、あのやつを渡すっていうね、あれがなかったので、今年は何だったのかなと思いますけどね。まあ、実際、あの、た、たか、戦ってるじゃない、あの、携わってる方ね、もしいたらね、あの、あ実はこれだったんだよ、みたいな感じのことが、 知ってる方がいたらね、ぜひコメントして皆さんに教えてあげてほしいなと思いますね。これ、佐久間修理ちゃんもらってないんでしょベンツ。あの、2位だったから優勝賞金と副賞もって多分もらってないと思うんだよね。あの、これもスポンサーさん次第だっていうふうに聞いてます。スポンサーさんが、まあアマチュアの子にはあげられないけども、じゃあ2位の方にあげましょうと。 いうスポンサーさんだったら、佐久間朱里ちゃんに渡ると思うんですけども、佐久間朱里ちゃん、まあ、そんなインスタに力を入れたりする子でもないしね。だからあんまりこう、そういうのは、で、表だって出てないですけどね。まあ、佐久間朱里ちゃんがもしかしたらスポンサーの行為でもらったのかもしれないし、わかんないですね、これは。はい。もうあくまで、まあ、そういったカチッとした決まりはないっいうことですね。はい。 で、あのー、一番最初に勝った岩井里ちゃんがこの RKB でまた勝ちまして。まあ、優勝賞金また高いんですよ。あの、一番最初にね、ルーキーで出た時の、あのー、初優勝で、いきなりにあの2週連続優勝した時はちょっと賞金のお休めのやつだったんだけど、今回はね、今年はね、ちょっと賞金、まあ、平均よりも高い試合でね、2回勝ちましたね。両方2160万円と。 で、最初はボートでしたけど、2勝目は三菱のエクリプスクロスっていう車ですね。どれぐらいすんのかな ?400 万以上はするでしょこの車もね。はい。それからその次に買った3勝目。もう早かったね。3勝目するのがブリジストンレディスで武田リオちゃんがまた勝ちました。ここでもね、トヨタ・ハリア。3台とも違う車もらいましたね。 ベンツ、レイバック、ハリア。ね誰が乗るのかなと、ね。親戚にあげた、あ,あげたのか。平瀬ま由みさんにあげたのか。<laughs> もういらないか。うちの家族ではもういらないから。あの、平瀬ま由みさんにあげたのかね、はい。私欲しいとか言ってね。<laughs> まあ言わないか。平瀬さんはね。<laughs> 私欲しいんだけど、とか言って。 ちょうだいちょうだいとか言ってね、言ったら逆に面白いんですけどね、そういう光景は多分ね、なかったのかもしれないですよね。はい。そして、まあ、おとね、ホールインワンしたアベミが800万もらった試合、リゾートトラストレディースが、アキエちゃんがね、まあ、最初に勝ちましたね。ここでは、まあ、ちょっとこの大会ね、やっぱりスポンサーさんが結構、あの、奮発してくれる大会なので、2520万と。 ちょっと優勝賞金も高いという感じですね。それでベンツもね、ちょっといいやつですよね。ベンツ GLA200D4 マティック、これ調べたら640万以上するっていうふうに書いてあったので、まあ、もろもろなんかつけたらね、700万は超えるでしょう。あの、相談でね、こういうのつけてほしいとかね。 そういった相談は、あの、できるそうなんですよあの。納車する前にね。だから、あの、値段はもっと高くなるんじゃないですか。ね。あとは、この、エクシブっていうところと、ベイコートクラブっていうところと、サンクチャリーコートっていう、この、あの、3つのリゾートコース、コースじゃない、リゾートの、あの、会員制、あの、リゾートなんですよ、この3つ。 10年間利用できますよっていうね。行く暇ないだろうね。ね、ちょっとオフシーズンにちょっと行こうかなぐらいじゃないですか。まあ親とか親戚とかにね、まあ、あの、行ってっていうふうにね、言うぐらいじゃないですか。まあ、ちゃんとか千里ちゃんも行けないでしょ、忙しくてね。オフシーズンでも、どうもちょっと暖かいところ行ってね、あの、やるでしょう。う合宿を。海外行ったりとか。なので、 アキエちゃん本人はこれ使えないんじゃないこれ10年間も、あの、もらってもね。まあ、家族や親戚にあげるんじゃないですかね。はい。それから次のページですね。14試合目。ヨネックスで久しぶりに勝ちました。荒垣ひなちゃんですね。いやー、6年ぶり。良かったですね。まあ、あのー、ヨネックスはね、ちょっとあのー、海外に、 強い選手行ってたからっていうのもあるけれども、まあ、それにしてもね、やっぱり優勝するっていうのはすごいことですよね。はい。まあ、あの賞金総額がね、ちょっとお安めなのでね、まあ副、副賞としてもトヨタのヤリスっていう、あの、車ですけどね。まあ、でも優勝は優勝ですからね。これからも、それから来年1年間もシード選手ですから。ね、ずっと照れますよね。特別な試合以外は全部照れます。 はい。大きいよね。あの時のさ、キャディやってるお兄ちゃんの方が泣いてたじゃないですか。<laughs> ワンワン泣いてたよ、ね。ワンワンっていうかね。もう顔、腕でね、あの、桑木志保ちゃんが去年負けた時みたいにね、もう、わーっと泣いてたもんね。それ見て、ね、あの、ひなちゃんの方が笑っちゃってたもんね。逆にもう涙止まっちゃったみたいな感じでね。はい。もう笑ってましたけどね。 いや、リー・ハナちゃんが、あの、勝った時の、あの、タンのキャディと同じですね。リー・ハナちゃんよりもキャディが泣いてるといいね。ね。まあ、それでリー・ハナちゃんがもう、背中さすってね、慰めてあげてたんで。あの、ピン持ってたんでまだね。ピン持ってて、まあ、ワンワン泣いてね。そのピンを戻してあげるっていう、リー・ハナちゃんの方が、ピンをね、あの、私が戻すから、っつってね。 <laughs> あの、ピンを元に戻してましたけどね。いやー、面白かったな。キャディの方がなくって、それ,それほどね、あのー、優勝させてあげたいっていう気持ちがね、現れてましたけどね。それから、ちゃんももも続けてね、黄金世代が来ましたよ。サントリーレディース。この大会はね、まあ、あのー、賞金は2700万と、ちょっとお高いんですけどもね、車は出ません。 その代わり車どころじゃないよ。やっぱりこれでしょう。全英女子オープンの出場権ですよね。これがね。絶対欲しいでしょう。行きたい人にはねあ。海外興味ないですっていう人は別にね。全然嬉しくないんでしょうけど。まあ嬉しくない人はいないでしょうね。プロゴルファーである限りね。全英行きたいでしょう。世界のトップクラスの選手が出る試合。 これ、間近で見たいでしょ。同じ組になったら、この選手と同じ組になりたいとかってね、なったら、もう嬉しいでしょうね。もう予選通過するだけでも大変な試合ですけどね。これに出場するっていうと、やっぱりね、予選会勝ち上がっていかないと、とかね、あの、海外メジャーってね、あるでしょう。だけど、世界ランクを上げていかなきゃいけない。 っていうのがちょっと大変なので、今のもうどんどん若い子が出てきてるから、それなのに、この試合でね、優勝、もしくは2位に入れば、全英女子オープン出場権が獲得できるって、これはすごく車のね、どころじゃない価値があるというのはありますよね。あの、ま、旗から見てたらね、あの、ゴルフを、ま、ただ見てるだけの方はね、 いやいや、こんなのより車でしょうって、ベンツの方が嬉しいとかってね、思う人もいるかもしれないですけどね。やっぱプロゴルファーとしては全然価値が違うと。車じゃね、もう、あの、なんていうの比べられないほどの嬉しさっていうのはあると思いますよね。まあ、その他にもね神戸ビーフのサーロインの部分、1等分とかね、サーロイン部分って1等分で何キロぐらいなんですかね。 10キロあるんですかねどれだかわかんないですけどね。前調べたんだけど忘れちゃった。もう、このサントリーレディースのね、資料調べ直せばね、あの、出てくると思うんです、確か、あの、調べた覚えあるんだけどね。まあいいやと思ってね。喋 <laughs> り始めたんですよ。暑いしね。これね、エアコンの音がうるさいから今エアコン消してるんですよ。部屋の温度28度なんだよね <laughs>。 暑いから、もうちょっと早めに終わらせたかったんだけどね。喋り始めたら止まんないんだよね。はい。やっぱりゴルフ気違いなんでしょう。それから日霊レディースで明恵ちゃんが2勝目しましたよね。日霊レディースですから、日霊だからどうしてもね、車とかではなく、日霊冷凍食品1年分と、ロースステーキ1年分とかね、そういう食べ物になってしまうんですけどね。 いやー、秋江ちゃんはそっちの方が嬉しいのかもしれないですね。ベンチ、ベンツ、あの、もうもらってるしね。GLA200D らってるから。ちょっと高めのね。あの、ベンツもらってるから。もういらんでしょう。自分で運転せんでしょう。ね。運転してもらってる方じゃないですかね。はい。まあ、食べ物を、 嬉しいと思いますよ。だって、ゴルフサバイバルでね、あの、佐藤のご飯、100万円よりも、あの、佐藤のご飯が嬉しいですという選手もいるぐらいですからね。あ、この間植えてももこちゃん優勝したよね。はい。ももこ祭りにならないかな、今年な。ちょっとね、ちょっと期待してるんですけどね。ももこ4人いますからね。ね、同じ組にももこが3人っていうね、ちょっとね、期待してますね。それから、 アースモンダミンカップ、ここがね、やっぱり一番賞金の高い、まあ、賞金が高いだけじゃなくて、もう、あの、副賞もね、車とかはないんだけど、いろいろたくさんつくのが、この試合のすごいところでね。はい。もう日本の女子、女子ゴルフで一番賞金が高いアースモンダミンカップ、5400万円ですね。これ、そろそろメジャーになってほしいな、と思いますよね。 アメリカも5つになったでしょ、メザ、メジャーがね。日本も5つにしたら、と。こんだけ賞金高いんだから、出してくれてんだから、アース製薬さんね。いや、いいんじゃない、と。メジャーで、と。思いますよ。だって、あの、女子ゴルフの方たちもね、たくさん出場できる、あの、人数的,人数的にもね、たくさん出場できるんで、まあ、アースモンダミに出たい、と。なんとかここは出れるから、っていう選手がいたり、 まあ、頑張れば、賞金も高いし、っていうね、女子プロゴルファーもいますよ。ね。ほら、あの、ポカリとか、千代ビタドリンク1年分とかね。なんかこう、ボンカレーとかそういう3種セット1年分とか。ワインセラーは高いでしょ。これ何十万もするでしょ、このワインセラーで。多分。グルメ定期便1年分とかね。<laughs> これお米1年分は嬉しいよね。多分。 まあ外食になっちゃうケースがね、あちこち試合行かなきゃいけないから多いとは思うんですけど、オフシーズンとか、まあ家で食べる人、ね、家族、親戚は、このお米はね、かなり助かると思いますけどね。箱根の特別スペア宿,宿泊券。行かないだろうな、サクちゃんはね。誰かにあげるんでしょう、どうせね。まあ、あの、サクちゃんはあんまりこうお金に、あの、 無,無頓着ではないんだろうけどね。そんなにこう、物欲のなさそうな感じですよね、はい。何でも買ってあげるよってね、お笑い芸人の方がね、言って、まあ、コストコでね、何でも買ってあげるから、ちょっと何でも言って、とかって言ったら、お願いしたのが色鉛筆でしたからね。<laughs> そんなにこう物欲はないんだろうね、多分ね。はい。まあ、あの、どうなるか、将来どうなるかわからないから、 あの、あまりこうお金は使わないようにしてますと言ってるぐらいですからね。はい。5400万。もうね、秋江ちゃんが優勝した1800万の3倍ですからね。はい。一同じ一生なんだけどね。同じ一生なんだけど、3倍違うというね。はい。そして、桑木志穂ちゃんが資生堂で初優勝。やっと来ましたね。まあ短縮競技にはなりましたけどね。優勝賞金。 ま、あこれも短縮競技っていうことで、あの、公式的には1620万円とね、ちょっと、あの、減らされてしまいましたけど、これどうなんでしょうかね。桑木志保ちゃんの通帳にはどういうふうに振り込まれたかはわかりません。スポンサーさん次第ですよね。で、レンジローバーのイボークもらいましたからね。これ、高いでしょう。700万以上はするでしょう、この車ね。いい車だよね、これね。で、 資生堂の化粧品100万円分。こっちの方が嬉しいかもね。しほちゃんにとっては。車は別に私興味ないですとかって言いそうな感じする <laughs> ね。ねあの、あんまりこう、車の話はしそうになさそうな感じですよね。まあ、青木セレナ選手も、セレニアンも、 資生堂の化粧品100枚分。これは嬉しいと。前言ってた記憶があるのでね。女の子はやっぱりどうしてもね、ずっと紫外線に当たってしまう職業ですから、この化粧品っていうのは馬鹿にならないでしょう、ね。いや、女の子ですからね。それはちゃんと、あの、お化粧しなきゃいけないし、これは嬉しいかなと思いますね。はい。そして、終わったばかりの北海道の ミネビアミツミレディースね。川崎春香ちゃんがダイヤモンド世代対決を制しましたね。1800万円の優勝賞金。でも車は高いですよ、これディフェンダー。ねえ、これ、イボークより高いもんね。850万以上するでしょ、これね。川崎春香ちゃんって賞金高い、あの、大会とか、あの、副賞のいい、 大会ばっかり勝つよね <laughs>。一昨年いきなりダイヤモンド世代で最初に勝ったのが川崎春香ちゃんでしたけどね。最初に勝った、あのメジャー大会、日本女子プロゴルフ選手権が優勝賞金3600万円でした。で、2勝目も、信田グループ、これメジャーじゃないんですけどね、のぶたグループマスターズ GC で勝った時も、これも3600万円ですね。 で、今年、去年は勝てなかったんだけど、今年、あの、JLPGA の試合が始まる前ですよね。2月の台湾のメジャー大会で、あの、優勝したんですよ。FOXCON TLPGA プレイヤーズ選手権っていうね、大きな大会で。で、武田り央ちゃんと争ったんだよね。で、まあ1打差で、なんとか。まあ最終日ね、5オーバーで、なんとか辛くも逃げ切ったって感じなんだけどね。 この時の賞金が2700万円です。今回ね、初めて2000万円を切る優勝賞金で勝ったと <laughs>。でもこれディフェンダー高いからね。いやー、こういう、まあ、そういう星の元に生まれたのかなと <laughs>。ね川崎春花ちゃん、高い賞金のばっかり勝つんだよね。はい。まあ、それはいいとしてもね。でもね、この間 JLPGA のホームページに書いてあったのが、 このミネビアミツミで、あの、まこまないカントリークラブ初めて回るということだったので、もう月曜日から回ろうと、練習ラウンドしようということで、まあ飛行機乗ったわけですよ。で、こう空港でね、あの、普通はあのゴルフバッグ意識ね、まあの、卓球運びを使うんですけども、もうキャリーバッグ荷物空港で預けたらしいんですよ。そしたら、 ま、重いじゃないですか。でかいし。だから、ま、追加料金みたいな感じでね。あの、7920円ですと。言われてね。私にとってはこれを大金ですからと <laughs>。言ってたんだけど、川崎春香ちゃん親に騙されてんじゃねえのと <laughs>。いや、税金も払わなきゃいけないしね。あの、賞金は入っても大切に使わないといけない、いけませんよと。ね、お母さんがね、言ってね。 あの、親がちゃんと、あの、管理してるんじゃないですかあなたはそんなにもう無駄遣いまだまだしちゃダメですよ、とね。はい。だからまあ、ちゃんと、あの、親がね、お金はちゃんとこう、や,やってくれる、工面はやってくれてると思うんですけどもね。あなたはまあ、そあの、限られた金額の中で、まあ、普段はね、やりなさい、というふうに、親に騙されてるんじゃないかなと。<laughs> 7920円でオーバーチャージしてね、 あのー、私にとって大金なんですと <laughs>。祝う、祝しめるっていうね。いや、親が賢いのか、るかちゃんがちょっと抜けてるのか <laughs>。わかりませんけどね。いや、でも、いいじゃないですか。ね。あの、好感度が上がりますね。7920円のオーバーチャージ。これでね、私には大金だからと。いうね、まあ、そういう子は、 ねもう儲かってしょうがないって言うのはね。もういい飯を食ってね。っていうのをインスタに上げる選手よりはいいかなと <laughs>。誰とは言いませんけどね。誰とは言わないけれども、ねそういうのがあった方が、川崎春子ちゃん、まだまだ若いしね。いいんじゃないかなと思いますけどもね。はい、恒例になりました。コメントを読まさせていただきたいと思います。 まあなるべくこういうコメントもね読ませていただきたいなと思いますのでね俺のコメント読んでくれという方はどしどしコメントいただきたいなと思いますまあ質問とかでもいいしねあのこういう動画を作ってほしいとかあのもうちょっとこうゴルフの技術面とかをいろいろこうまとめたものを出してくれとかねあのそういうのも あ,のありですからまあ無理なお願いとかでも全然あの無理だったらやらないだけでね、まあ、言うだけただじゃないですか <laughs> なのであの全然もうコメントいっぱいいただけたら嬉しいのでねはいまあ生ライブ配信とかでまあ,あのこういうの読んだりとかもありますからねあの普段の動画であの読み読めなくってもねあの読めますから どしどしいいいたただきたいなと思いますぶこ、はい、ちゃんの,あの始球式見ましたやっぱり、あの、早いよね。<laughs> あのスピードね。<laughs> ほんと。まあ、あの、キャディーさんにボール渡すときにね、ボール、グリーン上でボールマークしてね、渡すときね、下手投げで投げてましたよね。あれ練習してたらしいですよ。<laughs> 始球式のためにね。<laughs> はい。だから、あれですよね。 まあちょっとこうキャッチャーのミットのこう取り方を見るとちょっとストライクゾーンから外れたのかなとか思ったけどねあのちびっこと一緒にねあの四季四季投げてましたけどいやソフトボールって投げる場所近いからあれは打てんよねバッティングセンターでも打てないけど <laughs> いやー素晴らしかったですねやっぱりあれじゃないですかゴルフよりあのソフトボールが好きっていうのは分かりますよね キリコちゃんもそんな感じじゃないねえ、今年プロテスト受けるんかなねえ、ゴルサバでね、1ホール目で脱落したのはちょっとショックだったけどね、あの飛距離があればね、もう小技磨けばもう十分いけると思うんだけど、まあ、ゴルフはそんな簡単じゃないですね。はい。まあ先、先あの、前置きはいいからちょっとコメントね、読ませさせていただきたいと思います。えー、のぼるさん。 こんばんは、りょうさん。今週は決勝ラウンド見る気になりませんでした。ショックです。さ <laughs> くちゃんが崩れました。壊れました。疲れてるのかな疲れもあるでしょう。いくらさくちゃんでも人間ですからね、はい。やっぱりあの時ちょっと疲れてたよね。あのー、やっぱりアースモンダミンの時のあの暑さ。 雨降ってね、涼しい、寒い、寒いかなと、寒、寒いくはないか。あの、そんなに暑くない。でも、こう、雨降ったからジメッとしてるっていうところから、ものすごい暑い日に最終日になってしまったので、かなりきつそうな顔してたんですよ。ねあの、ライブ配信の時にそういう、その、顔の真似しましたけど、こんな感じの顔してましたよってしてたけど、あれ、あんな感じですよ。 あの、まあ、顔の作りは全然私とは似てないけどもちろんねだけど相当参ってたと思いますよねあの暑さには私も北海道だからこのねあの内地の方の,あの梅雨の時期ってほんとつらいですよねじめこのじめっとして、まあ、クーラーずっとつけっぱなしだもんね本当にダメですあのじめっとした暑さとあの日差しはねはい えっと、GPMY さん。この人は、小祝さくらはエコひいきしてるから、壊れたなど言いませんよ <laughs>。壊れたとは、まあ、もちろん言いませんけどね。エコひいきっていうよりも、ね、あの、単に好きな選手っていうことですね。はい。だから、まあ、さくちゃんよりもいいプレイしてたら、そっちを、あ、素晴らしい選手っていうふうに、もう、称えたり、あの、しますよ。ちくしょう もうスコア落とせよとかって思わないです。あのやっぱりサクちゃんよりいいあのゴルフしてたらあ素晴らしいと思いますよ。だからサクちゃんを乗り越えないと、ね、あの優勝はできないよと、ね。それぐらいのサクちゃんを超える存在になってほしいというのはありますよね。サクちゃんが落として優勝できたっていうのはちょっと私は認めないかなと。<laughs> そういうふうに思いますけどね。 はい、えっ、ー、と宏光さん台湾ツアーで優勝賞金2700万獲得 V で今季乗り込んだ国内ツアーで今年は去年のはるかちゃんにとっては不本意な成績を一気に挽回するかなと期待していましたがええー、と思わせる前半でしたねでも北海道に来ていきなり4日間すごいゴルフ内容のプレーを見せてぶっちぎりの優勝ぶっちぎりではなかったけどね レギュラーツアー3勝目、京都娘の底力を見せてくれました。よかった、おめでとうございます。あんなりはるちゃん、ダイヤモンド世代、ワン・ツー・スリー、らしいと。ねまあ、ワン・ツー・スリーでしたからね。まあ、なんていうかな。まあ、あの、仲のいい,い,い間柄ではあっても、言葉は交わさなかったみたいでね、やっぱりね。そりゃ一番自分が優勝したいからね。そんな、こう、仲良し3人組でもう、 仲良くあの練習ラウンドみたいにっていうことには絶対ならないよねさすがにはね、はい、えーと次はワイハおじさんワイハおじさんか、えー、小関あみちゃん今回は4日間とも全く笑顔がなかったように見受けられましたずっと下を向いて浮かない顔だったエントリーミスが原因かいや違いずパッドが入らなかったからですよ あんだけパッと入らなかったら笑えないよ。そりゃあ笑えない。ねエントリーミスのことなんかプレイ中何にも考えてないねまあ考えてないっていうよりも、エントリーの係がお父さんだからお父さんのせいなんでね。だから、アミオちゃんの責任ではないので、アミオちゃんが責任をかぶることはないんですよ。お父さんのミスなんでね。まあ、しょうがないんじゃないですか。お父さんもミスする生き物ですよ。 人間ですから。はい。だから、あのー、がっかりして、あのー、浮かない、あのー、感じだったのは、多分お父さんの方だったと思いますよね。いや、申し訳ない、阿弥陀。申し訳ないと <laughs>、ね。もう、俺を殴ってくれとか、<laughs> 蹴っ飛ばしてくれともう思ったでしょうね。もう、俺がいけないんだと。申し訳ないと。ね。 多分思ったでしょう私だったらそう思いますね。もう煮るなり焼くなり好きにしてくれと。俺のミスだと。はい。多分、そう言いたくなっちゃうような心境じゃないですか、お父さんはね。はい。えー、それに対して、ヒロシさん。ミスしたお父さんを気遣って4日間頑張ったんだね。優しいねとね。はい。まあ、優しいというか、集中してたんですよ。やっぱり優勝したいですから。何事もね。はい。 それにしてもパターが入らなかった。本当にね。最終日は。どうしてもね、ここっていう時に入らなかったね。はい、まあ、それは、あの、本人もインタビューで言ってましたよね。パターが入らなかった。まあ、ね、川崎遥花ちゃんが羨ましかったと。ここぞっていう時にね、入れて、羨ましかったですと言ってたぐらいですから、やっぱりね。 まあ自分のこうパターンの入らなかったっていうねそれが一番ですよねまあ最終の18番のあのパーパットも外したでしょうあれでね2位タイだったのに3位単独3位に落ちちゃったもんねはいあの1打もでかかったけどねそれから TK さんですか、えー、私はかちゃん推しですいっぱいいますよかちゃんは確かにハンナリではないですよねおしゃべりですもう チャキチャキッとした感じだよねあのインタビューの時と全然違うもんねインタビューの時はもう落ち着いてゆっくり喋るじゃないですかあの普段のダイヤモンド世代同士でね喋る時ってすごい早口でもうチャキチャキッとしたお姉ちゃんって感じですよねコースではおすましさんだしちょっとツンデレですねでもこうして優勝してくれてます応援しがいがあります我が家では2番推しがサクちゃんで次がナナちゃんですと おうそうですか。サクちゃんが2番ですか。この3人の最終日、最終組が見たいですとね。えー、心配は佐藤美優ちゃん。渋、えー、子ちゃんとプレイオフしてからのファンです。あの時、えー、1人だけ目つちし,てしながらプレイしていてファンになっちゃいました。この5人に吉田優里ちゃんと山下美優ちゃんと続きますねと。うんなるほど。まあまあ、佐藤美優ちゃん。 どっか痛めてるのかな肩回してた時あったから肩痛めてるのかなどうかなっていう感じですよね。まあみんなどっかしら痛めながらやってますかね。はい。どこも痛くないよっていうのがサクちゃんだよね。<laughs> なんか別にどこも痛くないですって言いそうだよね。サクちゃんってね。本当に痛めてたらね、痛いって言うだろうけど、なんかどこも痛めてなさそうな気がするんだよね。<laughs> そういうふうに見せてるだけかもしれないけど。はい。その次は、えっ、ー、と、伊藤さん、えー。神谷選手が花火に見とれたということでしたが、花火会場の近くにアパホテルがあり、あそこに宿泊してたとすれば、かなり眺めは良かったのではないでしょうか。眺め良かったですね。あのインスタの,あの映像を見たら、もうもろ見えてたから。ホテル,ホテルから撮ったね、映像あの。インスタに上がってますよ。 有料で行われる花火大会で2万発以上上がったと思います。初日に引き続き最終日も見に行ってきました。お目当てはノースリーブのウェアを着用することを公言していた川本結角か。ねえ、ノースリーブでしたね。ノースリーブでしたよ。良かったですね。はい。非常に良いゴルフをしていて、ミスショットは18番でバンカーに入れたぐらいですかね。ショットはいいんですよ。 まあ最終組で回ったあの時もショットは良かったもんねパットが入らなかっただけでで最後のホールがボギーだったのは残念でしたトーナメント観戦は今年で3年目なのですが河本選手は見,ご見た覚えがありません、えー、なぜ見逃していたのか不思議ですあんなに可愛いいのにとねまああのー、ね10番ホールからのスタートだったりするとちょっと見れなかったりしますよね まあちょっと隣接してるホールがあればねあれなんですけど例えばあの、えー、3番ホールと16番ホールがこう隣同士とかね、まあ、そ,そんな感じでねあ,のあればちょっとあの振り返ってね見たりっていうのはできるかもしれないけどなかなかそういったゴルフ場もないでしょうからねなかなかこう組み合わせによってね全然こう本当に見に行かないと見れないっていう組 になっちゃうと見れないですよね。はい。えーと、それから、ヒロシさん。ダイヤモンド世代恐るべし。同世代が最終日最終組は初だと解説されていました。すごいと。はい。まあ、それもすごいですけどね。まあ、黄金世代もね、そういったのもすごいですけどね。まあ、これからどんな感じで出てくるかね。武田リオちゃんが、まあ、あの、メジャーから帰ってきたらどうなるかね。 また復活してあの日本ツアーでもう山下美宇ちゃんに負けないようなゴルフをするかもしれないしね他の選手が出てくるかもしれないしね夢かデラックスとかそれから吉澤柚希ちゃんとかがねこの間ねもうずっと予選落ち予選落ち予選落ちで大丈夫かなって思ってたらね最後にようやく予選通過してでまあそれじゃあどうしてもね あのリランキング通らないから、まあ、ステップアップツアー中心になってしまうっていう時にいきなりあのプレーオフまで行ったよね。まあ、最後 2m のバーディーパット決まらなかったらしいんですよ。それ入れてれば優勝だったんですよね。それ外したんでプレーオフになってレナゴに負けちゃったというね。でもそれを経験してその悔しい思いでね、最後またやれば、ねまあ、リベンジだと。 いう感じでねでレギュラーツアーに出てきてポンと優勝しちゃったりするかもしれないでしょ。ねなんかわかんないですよ。また他の、ね、ダイヤモンド世代が来るかもしれないしね。はい。それから、えっ、ー、と、斉藤さんですかね。えー、こんにちは、りょうさん。いつも楽しく拝見しております。りょうさん好みの吉原美ちゃんはステップアップツアーに出る、えー、次出るとのこと。あ確か 僕の住まいである青森県なはず。青森です。そうです。次、青森です、ねはい。11日から3日間大会ですね。青森。で、両、えっ、ー、と、なんだっけ。食べ物も美味しいし、えー、景色も素晴らしいから楽しみだと何かの記事で読みました。僕は仕事だ。見に行きませんが、 えー、かけながら応援したいと思います。これからも楽しみ、楽しい解説、楽しみにしています。あとユーネクスト、UNEXT 渋子ちゃん見たいから加入したいと思いますとね。はい。ぜひ、加入してください。渋子ちゃん、入れますよ。あの、前衛はね、UNEXT で,でしかやらないと、独占あの中継と言ってもおりましたからね。ぜひ、UNEXT 入ってみてください。それから、ヒロんさん、あ、これで最後か。えー、ココナーさんのプレイ、 中の表情すすごく、えー、険しいですね優勝できてないことがプレッシャーになっていますね。早く優勝してほしいと。まあ表情はみんな同じですよね。うまくいかないときそんなもんですよ。ニコニコしてられない。だからシン・ジェ選手が素晴らしいっていう方たちが多いんじゃないですか。もうバーディーパット外しまくってるときでも絶対ニコニコしてね。う うまくいかないねみたいな感じの表情でボールを取りに行くでしょうマークしに行くでしょう、うん、絶対こう嫌な顔怒った表情を見せないっていうのがポリシーなんでしょうね、まあ、子供たちが見てるからということだと思いますよねジュニアの子にね見られてるから絶対そういう表情は見せないようにしようというね心でやってると思いますよねシン・チー選手はね そこがあのファンの方たちはねいいなと思ってるとこじゃないですか嫌いな人っていうのはプレイが遅いところが嫌いっていう人もいるけどね、はい、まあまあいろんな方がいますからね、はい、まあコメントを読まさせていただきましたけどあのこれからもねあの読,読んでいきたいと思いますのでね是非あのんまり多かったらあのかいつまんであのこれは 皆さんにこうシェアしたいなっていうコメントだったらそれを読んだりとか、あの、あとはまあライブ配信で読んだりとか、まあそういう風にしていきたいと思いますのでね、ぜひあのコメントを入れていただければと思います。このチャンネルではこうしたプロの試合の解説の他にもね、いろいろな動画をアップしています。このチャンネルのアイコン、侍が100を切っているアイコンがありますけど、このアイコンをクリックすると、 本の見出しみたいにねいろんなテーマの動画をまとめてありますので試合の解説以外には他にも、まあ、100切りを目指す方の参考になるレッスン動画などを実際に自分で試した動画とかね話のネタになる豆知識とかねランキングとか、まあ、他のツアーなんかもやってますのでね解説そういったのもありますのでよかったら見ていってくださいまあ時間ないから後で見るよって方はねとりあえずチャンネル登録だけしておいて後で見てください いただければと思いますのでねチャンネル登録っていう下のボタンをねクリックしておいてくださいではまた